始まった。お、始まった。こんばんは。9時です。こんばんは。9時になりました。こんばんは。姫早速なんか姫ありがとう。斉藤飛鳥です。皆さんこんばんは。本日はですね、斉藤飛鳥の写真集ミュージアムを発売を記念した配信の2回目ですね。お元気ですか？続々とこんばんは、こんばんは。今日はショールームやらせていただいてますが、多分ラストショールーム配信になると思いますので、できるだけコメントを見つつ楽しくやっていけたらと思います。お願いします。そうだ、今日は5月の15日、いよいよあさって5月17日18日は東京ドームでの卒業コンサートです。もうこの1ヶ月ぐらいずっとリハしてきて大詰めです。今は明日もリハーサルがあります。前日なのでね。あ、行くよ。だってそうだよね、平日だからちょっと行けない人とか見れない人とかもいるんだろうけど、楽しみだな。卒コンの話もちょっとするんですか？そうだな、卒コンは楽しいと思います。多分そんなに寂しくはならないはず。皆さんをね、長らくお待たせしてしまいましたし、まあ私もこんな感じなので、なんかベソベソ終わるよりはなんかね、楽しく終わりたいなっていう気持ちがありますので、楽しいんじゃないかな。セットリストも一生懸命考えましたよ私。2日間全然違うし、思ったより多分楽しげな曲とか、あ、それやるんだみたいな曲もあるはず。可愛い感じとか、いや、わかんないけど、あると思う。まあでも一生見れませんからね一生きっとああやってステージに立つことはないですからね。そう、ぜひいろんな人に見ていただきたいです。配信も2日間ありますので、ぜひ見てください。そして今日のこの生配信は、このハッシュタグをつけて何かしらつぶやくのであれば使ってください。これを卒コン直前配信、本当に直前じゃん。生配信とかしてる場合じゃないんだけど練習したいんだけど実を言うとまあでも最後にね、きっと行けない方もいるだろうから、最後にこうやってやり取りができますから。
まあそんな感じで。あ、もうじゃあ早速。改めまして写真集なんですけど、あ、すごい、こうやってたらいなくなるんだ私。写真集なんですけど、改めての説明ですね。ロケ地ニューヨークでして、もう全編ニューヨークでの撮影。怒られました、いなきゃいけないみたい。で、5月23日発売で、続々とこの前回ショールームをやった日から今日まで、ほぼ毎日私の写真集に関する新情報とか新先行カットとかいろんな情報が解禁されてるので、皆さんチェックしてもらってるかなと思いますが、表紙も4種類全部公開になりまして、そしてあの、なんていうの、完成した本が私の手元にも今日来ました。初めて、これが本物、ガチガチ本、ガチ本、何、なんていうの、ガチ本です。わかるのかな、この紙の質感とか。わかる？おしゃれなんですよ、このテカってないの。わかるでしょ、サラサラな感じ。顔原寸大どうだろう、まあざっくり原寸大ぐらいで、裏表紙がこんな感じ。え、裏も出していいんですよね。あ、びっくりした。こんな感じ。サイズ、本のサイズは、潮彩を持ってる方がいたら潮彩よりは小さいはず。あとはちょっと分かんない、比較の対象が B5 とか A5 とか分かんないので、詳細よりはちょっとコンパクトになってます。ページ数は多いと思う、分かんないけど、こんな感じ。そんな説明いらない。160ページあります。インタビューも入ってます。割と喋った。で、こちらがもう一個の表紙ね。これはセブンネット限定表紙。裏はニューヨーク。あ、誰か詳しい人教えてください。このニューヨークの街中で常に出てるこの煙は何ですか？わかる人いるかな？いつも出てるこの煙。どこに行っても出てる、ニューヨークの街中。詳しい人はいつか何かどこかで教えてください。で、3パターン目の表紙がこちら。これは楽天限定版みたいです。裏はこれ、表はちょっと幼くて、裏はちょっと大人っぽいお洋服ですね。こんな感じで、4つ目がツタヤ限定。これね、人気、私の周り。やっぱメンバー女の子はこれか、あの通常版、これが多い。めちゃくちゃ後輩はとか言って、私今全員後輩だったわ、間違えちゃった。あのちょっと離れた後輩はこっちが多くて、近い後輩はこっちが、まあ3期とかってことね、はこっちが多い。でもみんなチェックしてくれてますよ、ありがたいね。これ裏はチェルシーです。うん、よいしょ。で、今日もですね、この配信を見ていただいてる皆さんの中で、画面下のカート、ショッピングって書いてあるやつを押して写真集を購入すると、限定特典
ポスターがついてきます。こちら、このポスターがついてきます。ちょっと学ばないよね私って。前回もこうなってた気がするわ。まあいいわ、これがついてきます。で、このポスター特典付きは本日の23時まで購入可能です。危ない。これはまあこの衣装とか雰囲気からなのか、私じゃないです、私が言ったんじゃなくてプリンセスらしくて、だからなんか新しいハッシュタグが来ました。ハッシュタグプリンセスアスカ。そんなん私トレンド入りとかしてもなんか恥ずかしいだけじゃない？私のファンの人以外が見たら恥かくやん。そっちは書かなくていいわ、じゃあ2、3人が書いてくれればいいや。プリンセスアスカ、このポスターがついてきます。23時まで。で、ツイッターで毎日毎日先行カットやらなんかムービーやらが公開されてますが、それも見ていきます。これこれはこれの説明とかある？それ言っていいの？え？菊池さんって名前出していいの？いいの？あ、いいんだ。でもなんかあのこれはそのほらいろいろさみんなで決めるわけよ。例えば表紙はこれにしましょう、ポスターはこれにしましょうとかいろいろ決めるわけですよ。その中で私の好きな写真はこれですよ。で、マネージャー、シカちゃんのお気に入りはこれですよとかっていう話の流れで、これは菊池優さんのおすすめ、一押しらしいです。なんでかはちょっと聞き忘れたけど。表紙になるかもしれなかった一枚です。ならなかったけど。そうなんだ、この眼差しがいいらしい。いやすごいと思うわ、自分がさ10年以上さこんな近くで見てるさアイドルのさ人にさ眼差しがいいってさ、そんなピュアな褒め言葉言えなくない？普通。嬉しい。これはじゃあ私も一押しの写真になりました、ありがとうございます。続いて、あ、アイスカット。アイス食べてるのは動画も出てましたね。あれはあのめちゃくちゃ寒くてでも結構食べたんですけど、なんか寒すぎてで思ったよりあのアイスってこんな冷たいっけってぐらいめちゃくちゃ冷たくて、このアイスがだから私はすごい顔がなんか硬直してたんですよ、自分の中でね。硬直してたらなんかすごいこのアイスカットがずっと腹立つ顔してるんですよ、私。なんかほんのり腹立たないこの顔。なんだろう、この目なのかな、なんかほんのり腹立つ顔をずっとしてます。これはマネージャーシカちゃんがもう絶対にアイスカット撮ろうねって言って入れたカットです。ちゃんとまあ寒くて全部どうしても食べられなかったから、シカちゃんにちょっと、あ、そんなこと言っちゃうね。わかんない、まああとはさせてください。でも最後まで綺麗に食べましたっていう。こちらエモ系、これなんだっけ、トップオブザロックです。での写真、コーヒーも寒すぎて買ってもらったあったかいコーヒー、これはあのさっきの煙出てるニューヨークの街撮った後に行ったのかな、
確かだったはず。これはまあエモちょい幼でも服はちょい大人っぽい。この写真私好きかも。綺麗、光がです。で、こちらブルーのやつ、これもね、やっぱ女の子メンバーからはね言われましたね、可愛いって。そう、こういうのを入れたかったんですよ。なんかなんだろう、ほらいろんな雑誌出させてもらったりしてるじゃないですか、私って。ありがたいことに。だからいろんなそういうアートによった衣装を着たりメイクしたりする写真をどうしてもこの一冊の中に入れたくて、だからこういうフリフリのお洋服とかメイクもちょっとキランってしてる変わったメイクしてもらったり、まあファッション誌みたいな、アート雑誌みたいなイメージ。もっと可愛いに振ったりかっこいいに振ったりしてもよかったんですけど、まあこの一冊に入れるとしたらこのぐらいの塩梅が一番綺麗かなと思ってこんな感じにしました。はい。こちらおしゃ、これはメイクも強めに囲み目チックなメイクにしてもらって、アクセサリーもつけてかっこいい感じです。これはまあこういうのは分かんない、男の人がどう思うのかは知りませんけれども、もっとナチュラルにしろよとか思うかもしれませんけれども、まあいろいろあるうちの一体ですので、それは楽しんでいただかないとこちら的にもね。はい、でも楽しかった。これの撮影は、そうそう、ピアスとネックレスが同じ形なんですよ。またさっきからこうやって見せてるけどさ、ちょっと爪が割れてるからあんま見ないでほしいんだよね。爪切るの忘れちゃった、割れちゃって、切ってこよう後で。はい、そんな感じで。まだある？お、こちらこれはあれどうな、え、言っていいんだよね、あれダメ、出てないっけ、あ、出てない、あ、危ない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 、危ねえ、言うとこだった。あ、これオフショットか、シカちゃんが撮ってくれたオフショットの中の一個だ。これは楽しそうでしょ。私が多分楽しそうに笑ってる時はだいたいカメラマンの三平さんがなんか変なこと言ってたりテンション上がってたりする時だと思う。すごい可愛かった。あ、待って、今なんかニューヨークの煙について書いてる人いた。あー、分かんなかったわ、分かんなかったです。でもありがとうございます。はい、そんな感じ。とこちらはチェルシーです。ニューヨークといえばなのかな、チェルシーに合わせた赤いニットセーターを着てます。このお洋服もめっちゃ可愛かった。あ、またある、またある、地下にハリーメダメだ、地下とかスチームなんとかとか見えたけど読み切れないわ、ダメだ。なんか何人かで文章完成させてくれたらさ、あ、難しいか。いや、いいよ、無理しないで、書きたいこと書いて、てか調べろって話だよね、ごめん。あ、そうですね、チェルシーはサッカーがあるんですか。チェルシー、ちょっと詳しくなくてすいません。
このチェルシーはあの映画のレオンであるじゃないですか、あの可愛いやつ、みんな大好きなやつ、レオンの舞台の場所です。でも中入ればよかったな、私入んなかった気がする。なんかもう寒さにやられて、もう早く車戻るみたいな言って見なかった気がする。見ればよかったわ。可愛いよねレオン。はい、そんな感じで、もう一個、はい、こちら、これはなんか壁にくっついてる動画がありましたね、その時のやつ。これはがっつりスタジオで撮ってます。猫背わざとだから、この猫背は、まあ、リアルも猫背の時は多いですけど、おでこ出すと押さない、へえ、言われるんだよね、髪の毛結ぶと押さないとか、おでこ出すと押さないとか。普通でも輪郭出すと大人っぽくなるんじゃないの、なんだろうね。すっぴんにちょっと近いかもしれないけど、してます。一応いろんなメイクしました、この本では。それも注目で。あ、これはさっきのトップオブザロックのさっきの写真の続きですね。鹿ちゃんショット。ちょっとなんか笑いすぎて私さ鶴瓶さんみたいになってる鶴瓶さんみたいな顔してる。いや、鶴瓶さんは鶴瓶さんです、いいんだけど、鶴瓶さんだからね。私は鶴瓶さんになるのはなんか笑いすぎなのかな。何また変なハッシュタグできちゃった。笑福亭飛鳥。でも似てる、ちょっと。あんだけハッピーな方に似るんだったらいいけど。はい、最後かな、こちら、これも鹿ショット。上手だね、鹿ちゃん。うわ、ウインクされた、ウインクされたんですけど、こっちがアイドルなのに強気じゃない。はい、これ鹿ちゃんショット。これもお洋服かわいいですね。女の子らしいおしゃれなお洋服でした。これもでも寒すぎて覚えてない、私はもう寒かった鹿ちゃんとの絡みおもろいってあー、今野さん推しショットはないのって言ってる人いる。あー、聞いてないや、どれが好きかは。でも今野さんめちゃくちゃ褒めてましたよね、この写真集。やばいって言ってた。そこまで言っていいのかな、怒られるかな。絶賛してくれました。まあみんな優しいからな。あとなんか喋る？あ、質問だ。なんか事前にツイッターで募集をしてたんですよね、質問を。それに答えていきたいと思います。まずはリハでメンバーに会った時どうだった。あのね、めちゃくちゃ緊張しちゃって、私なんかもう前日も明日みんなに会うんだみたいな気持ちで、当日も別に朝早くなかったんだけど、なんかそわそわしちゃって、なんかね、なんか
意味もなく遅刻した気がする。私ちょっと遅れた気がするな、わかんないけど。でもそう、みんなドキドキしちゃって、会うのが一応着いたらさ、まあ何人かいて、あおはようみたいな、おはようございますみたいなするんだけど、私が思ってたのとは違った、なんかへえみたいな、久しぶりみたいなのはなかった。ちょっとできなかった、私がいけない、それはその空気作りができない、私がいけないんだけど、それはできなくて、なんかしばらくちょっと私もなんか手持ちぶさったっていうの、とりあえずアップルウォッチ 見るみたいな感じだったし、うん、最初はみんなもね、そりゃそうでしょう、数ヶ月空いた、ちょっとだって離れた先輩だしさ、同期とかだったらあれだけど、気まずくない？私だったら話しかけらんないもん、そんなの。そう、でもみんなにすいませんってよろしくお願いしますって言って、その日の終わりとか次の日ぐらいにはみんなちょっとずつ前みたいに喋りかけてくれるようになったりして、私も喋って、あ、でもそうそう、前回だってこのショールームの次の日がリハだったから、ほら前の日に私はさ、なんだっけ、猫舌ショールームで、あやめんとれいちゃんがやってるとこに乱入してったから、その二人には会ってるわけじゃん。だからたまたまこう隣その辺にいたあやめんにトンって横に立って昨日ぶりだねって言った。それはなんかね、救われました。前日に会っといてよかったと思ったかな。じゃあ次、あー、乃木、乃木目メッセージの復活はどうしてしたかは、え、純粋になんか私ってほら今コンテンツがインスタグラムしかない、私の言葉がこう発信できるのはしかないから、私インスタ私あんまりやんないじゃんだから私あんな広くさ見てもらえる、見ようと思ったら誰でも見れるようなコンテンツだと、あの私みたいにこうヒヤヒヤする発言をする人はなかなかビビってしまって、あんまり書けないんですよ、文章とかも。だからこう自分の言葉を伝える場所がなくて、それでちょっとね私もまあモヤモヤというか、なんかないかなって思ってて、で相談してこういう気持ちなんですって言ったら、あ、じゃあちょっとまあいろいろほら準備とかもあるからさ、期間限定にはなっちゃうけどちょっと復活させてみるみたいなファンが好きってことですかって言ってるけど、別にそういうことじゃないからそういうことじゃない、ないっていうか、自己満自己満、私が自分の思ってることを説明したりなんかしたかったんですよ。そんな、なんだろう、あった方がいいじゃんそういうコンテンツってって思って、ちょっと復活させてもらいました。でも無料でできると思わなかったからね、私が私のファンだったらラッキーって思いますよね。それも明日まで、卒校の前日までだから明日の夜までなので、まあまだな人はなんとなく登録してもらったら、そんな別に爆送りはしないけどなんとなく送りますので、ぜひ。次、11年の中で特に印象に残ってる思い出、なんだろう、印象に残ってる、なんだろう、でもあのライブのリハやっててすごいね、やっぱみんな卒業前だからなのかな、すごいみんな優しいんですよ、スタッフさんももちろんメンバーもめっちゃ優しくて、なんかその
時に昔昔演出家さんとかにめちゃくちゃ怒られてた時代をすっごい思い出した。なんか今はやっぱり11年やらせてもらって、まあライブの経験もたくさん踏んだわけで、で演出家さんとかそのチームとはそのぐらい長い付き合いだから、いろいろまあちょっとずつ分かってきたじゃないですか。だからそれこそ打ち合わせとかでも対等まではいかないけど、ちょっとお互い共感できるような意見を私が言えたりとかできたから、あ、なんかちゃんと喋ってると思ってすごい嬉しかったと同時に、あ、昔は本当になんかね、何もできなかったしめちゃくちゃ怒られてたなこの人たちにって思って懐かしかった。怖かったもんな。はい、お、ではなんかメンバーから質問をもらったらしくて、それにも答えていきたいと思います。あ、何、あ、こういうのがあるんだ。アスカさんに聞いてみたいこと。まずは久保しおり。アスカさんのダンスが好きなのですが、踊っていて特に好きな曲は何ですか。マジの質問だ。そういう感じね。なんだろう、好きな、まあそれこそシングアウトとか、なんだろう、ダンス、ウィルダネスワールドとか、まあいわゆるダンスっていう曲はもちろん踊ってて楽しいし好きだし、でも私ね、あれが好きなんだ。まあ久保もちょうど久保だし、僕は僕を好きになるの2サビがすごい好きなの。2サビって聞いてすぐダンスを思い浮かぶ人いないでしょ。でもね、あ、わかるってな、わかるとはならないかでもね、楽しいんですよ、すごい。清志郎さん節も聴いてるし、うん、楽しいの、すごい踊ってて気持ちいい、踊ってて久保が隣だしね。はい、こんな感じです。続いては、お、タム。お洋服は普段どうやって選んで買ってますか。私さ、すごい雑誌でよくあるなんとかランキングとかあるじゃないですか。なんかお嫁さんにしたいランキング、彼女にしたいランキング、おしゃれランキングみたいな、それのさ、おしゃれランキングでなんかいつもね、すごい上位に入れてもらえるの、メンバーからのね、ランキングね。で、まあ確かに私数年前までは着飾ってたんですよ、すごい、あのもうレイヤードしまくりだったんですよ。でもなんかね、最近やっぱりね、してないんだよね。そう、みんなも気づいてると思う。なんか手抜いてんなってみんなも本当は思ってると思う。だからありがとう、多分こうやって言ってくれて。今日を機にちょっと取り戻したいと思います、おしゃれを。だからなんか買ったら言うね。はい続いて、カキ。どうしてそんなに目がキラキラなんですか。カキっていつも言うんだよな、私の、アスカさんの目には星がたくさんあるっていつも言うの。でも知ってんだ私、あ、なんか魔法のランプが出てたなんかびっくりした。あ、ちょっと怖い、これ、うわ、なんでパンダなんだろう、なんでだろう、どんな仕掛けがあるんだろう、ちょっと分かんない。そうそうそう、言うの、カキは星の話を。でも私は知ってるんですよ、カキは結構それよく言うの、いろんな人に。知ってんだよねそう、だから別にね、特別キラキラはしてないと思うよ。でもあのメイクさんとかには、あのちょっとガチな話だけど、目が丸いから
光を取り込みやすいって言われたことある。あと水分が多いって言われたことある。もういいって魔法のランプだってなんか下に溜まってくんだもん、パンダが。怖いよちょっとこれ何すごいね。はい、じゃあ次。あ、待って、タムって書いてあるけどアヤだミックスミックスです。まあでも多分アヤだと思うアヤだ。小川っち、コーヒーはいつから飲めるようになりましたか？私コーヒーはちっちゃい頃から飲んでました。その時はブラックじゃなかったかもしれないけど、小学校の頃にあのなんかスーパーとかに売ってるもう挽いてある豆、普通ので、お母さんが、お父さんもだな、コーヒーを入れてくれたんですよ。日曜の朝とかにミルク混ぜたりね、もちろんして、全然全部市販ですよ、超市販の普通のやつなんだけど、もうそれが私大好きで、なんか今でもたまに飲みたくなるから、多分実家でこれ使ってたんだろうなっていう市販のやつは絶対家に置いてある。そうだからちっちゃい頃から飲んでました。ブラック飲めるようになったのもちょっと早かったと思う、馴染みがあったからね。はい、してあやめん、私の好きなところはありますか？あやめんってそういうこと聞くタイプなんだ、かわいい、かわいい。あやめんはかわいいよ、めちゃくちゃ顔がかわいい、やっぱりかわいくない？顔かわいいし、まああのおっとり感も私はすごい好きだし、でも実はね、実は熱いところも好きだし、もう頑張ってほしい、あやめんにはすくすくと育ってほしいです。だから絶対にあやめんにはなんかこう邪悪なものを寄せつけたくないんです、私ははい、あやめん好きです、私は次、後輩、違う梅沢、後輩と今後も仲良くする気ありますか？もうさ、質問もなんか意味わかんないしさ、かっこ梅沢も意味わかんないしさ、喧嘩売ってんの本当梅、今後も仲良くする気ありますか？難しいねそれは難しい質問ですわ勝手にないなって答えてるみんなもう次、ああ同じような、小川っち、卒業してもアスカさんに会えますか？むずっ、だって普通にいたら会えないじゃん、会う機会なくない？だってみんなと同じような仕事かぶらないだろうし、私歌番組出ないだろうし、会えないかも。じゃあはい遠比、電話してもいいですか？なんなんこの3人、この人たち、なんなんかわいいねみんな。じゃあ分かった、一個一個答えていきますけど、後輩と今後も仲良くする気ありますか？皆さん次第と言いますか、まあ、ご存知の通り私からほらヤッホーとか連絡あんましないタイプなので、それはもう梅沢がナスカさん美味しいコーヒーありますよなのか、美味しいご飯ありますよなのか言ってくれたら行くかもしれませんし、それはその時の私しか知りません。でも仲良くしない気は別にないです、ありがとうで、あや、いやこれを言ってるあやの顔が浮かぶからなんかめちゃくちゃ言いづらいけど、多分会えないわだって会う場ある？もう事務所ですれ違うとかしかなくない？だってどうすんの、誘ってくれんの？あやが私を二人で会えませんかとか言ってくれんの？言ってくれたらちょっと行くかもしれないけど、
何もしなければ会えません。18日がラストです。まあでも会いたいと思ってくれるなら嬉しいです。ありがとうございます。えんちゃん、電話してもいいですか？ようしたもんな長電話。待って、すごい怒られてる。あなたが誘いなさいってすごい怒られてた、見てないうちに。先輩ってそういうもんか。ごめんごめん、考えとくね。電話はまあいいですよ、全然。まあ電話は別にえんちゃんじゃなくても誰でもいいですよ、全然しますよ。はい、もう時間だ、もう時間になっちゃった。もうあとちょっとしかないわ。え？え？なんか10分延長倍シカちゃんって来てんだけど、なんやそれ。卒コン前なんだけど私。もう間を言っていっぱい出さないで、もう腹立つ。うわ、え？10分って私卒コン前なんだけど。帰りたいんだけど、めちゃくちゃ。どっち？みんな帰っていい？それともやらせんの？私に卒コン前のナーバスな時期の私に。全然ナーバスじゃないけど、もうもう虹とかいっぱい出すな。もうパンどこ行ったの？パン、前回あんなにパン出してくれてたのにさ、今日なんか違うじゃん。あ、びっくりした今、びっくりした。すごい悪口のスタンプみたいなの出されたのかと思ったらブラボーって書いてあった。もうはぁ、あ、じゃあ何メンバーのリクエスト、斉藤飛鳥さんにやってほしいことというコーナーがあるらしいです。あやめん、かわいいスイーツを食べているところが見たいです。だってなんかガサゴソ動き出しました、シカちゃんが。来た来た来た、なんか来た。そら10分延長するわ、こんなん用意してたら。ほら来たじゃん。ありがとう。そういうことね。重っ。よいしょ、これが来たわ。お、怖い、あ、怖い怖い怖い、あ、怖い。見えてる？ We love アスカなんて。見える？こう？ちょっとピントが、ピントが私に合っちゃってる。あっちが邪魔だ。来た来た来た、 We love アスカだって。 We って誰なん？この We はショールームの We なん？誰なん？そこ大事じゃない？どのウィーなん？そりゃ延長するよね、これがあるんだもんね。そりゃ出さなきゃ終われないよね、そりゃそうだわ。あ、ウィーは私たちだって、我々だって。あ、そうそうですか、ありがとうございます。あ、10万人だって。ほんとに、ほんとに10万人が見てるのかな。え、ケーキを食べるんですか？あ、ケーキを今切り分け待ちだと。その間に斉藤飛鳥さんにやってほしいこと、カキ、フグ顔、うん、はい終わり。そら流れ作業にもなりますよ、こんなの。あや、手で髪の毛を持って高いツインテールしてる。いや、勢いでやろうかと思ったけど、これはきついな。ちょ、一旦ケーキ食べるわ。一旦、はい、切り分けていただきました。ありがとうございます。なんで私がこんなピントとか、もう
なんなん本当に。お、美味しいケーキだ。でもこれ知ってる。いただきます。あ、早送り早送り。しかも落としたとこは絶対落ちてないでしょ。やだこの衣装。あやばい、衣装買い取りになっちゃう。やばい、リアルなことを言うと買い取りになっちゃう。すいません、もうごめん。あ、でもよかった、こういう模様でわかんないもん。よかった、もうどこだかわかんない。もう危な、もう味なんて分かったもんじゃないわ。すいません、落としちゃって。あー、もうブランケットが、あーあー、ちょっと見てよ。あー、これは難しいわ、落とすの。もうこういうことになるんだって、本当に。本当にもうごめんね。あ、でも綺麗になりました。あ、オッケー、綺麗になった。うん、わざわざ OK ってしに来たスタイリストさんが、かわいい。一件落着。なんだっけ、ケーキを食べる。食べれなかったからね、今ちょっとまた落とす恐怖をさ、難しいよ。いちごを食べればいいのか、これね。うん、うまい、うまい。あんな大きいケーキ私食べきれないけど、どうしようね。みんなで食べよう。あ、おいしい。落としたスポンジの部分が一番おいしい。あとなんだっけ、私どこやっちゃった。あった、まだリクエストコーナーですか、もう終わり。もう終わりか、10分もう経ったね。経ったか、10分。もうなんなん本当に。うん、遠藤さくら、もうなんであるんだし、もうだからショールームって嫌なんだよ。ショールームのせいにした。あ、やば、みんなツインテールもめっちゃ覚えてるわ。やばい、叩かれる、やばい、やばい、怖え、怖え。もうどうしたらいいの、じゃあ。小川また泣くよってカメラになると。それは困る。分かった分かった分かった、もうやればいいんでしょ。なんかやったわ、なんかこの間もやった気がするわ。なんなんみんな、何がいいん。あ、じゃあ虹出しといてよ、今の虹可愛かった。そうだよ、なんかやらせるんだったらそれなりのさ、あるでしょ、それなりのものが。可愛い背景とかあるでしょ。この共同作業、意味わかんない。もういいよ、ありがとう、ありがとう。うん、は、ひみこかって書いてある。は、腹立つな、もう本当に。やらせといて、ちゃんとやりましたよ。なんで用意されてるんだか、2種類も。どっちだろう、まあどっちでもいいわ。一回ね、一回休憩しないと。
じゃあ何でやる？ウサギは。ちょっと。え？何ですか？お？ナギ。アスカさんが思うあざといポーズでスクショタイムしてほしいです。ナギ？ナギは何を言ってるの？この人は私にニャンニャン亜種をやらせた時から何を言ってるの？本当にもう。じゃあもういいか。これでスクショタイムすればいいってこと？はぁ、あ。はぁ、あ。に、え？なんて？あ、そういうことね。このスクショとこれをね、融合させましてね。数秒ね、数秒。数秒だけですから。あの、いや、無理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 。めちゃくちゃナチュラルに今日言っちゃった。カンペになんとかピョンって出されたの。ナチュラルに無理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 言っちゃった。思わず出ちゃった。普通はやるんだろうね。わかったわかった。いくよ。ちょっと、あの、スクショの、入らない？スクショの準備をしますよ。え、痛い。いない。コンテ。いない。コンテ言った。いた。もう。ちょっと待って。つけていいんですか。いきますよ。ちょっとスクショ早くしてね。せーの、はい。オッケー。とった。あ、ありがとうありがとう。でも二次元確認しちゃってるんですけど。オッケー。オッケーだね。取れたね。取れたね。あ、オッケー。聞いた？コンって。そりゃ慣れないことやったらそうなるでしょうよ。どう考えてもね。はあ。確かにアイドル配信だ。やりきったわ、最後の最後に。最後だからね、みんなこれ。最後じゃなかったらやんないからね。本当に。そういう面では卒業することに感謝した方がいいね。今思ったわ。卒業するってなったらやっぱ、よしやるかってなるもんね。はぁ、あ。疲れた。疲れたからなんか、こんな感じの配信になっちゃいますけど。ポスターこれです。もう片手で持つことしかできません。私ヘロヘロですわ。言ってくれたかなみんな。でも前回の配信でもさ、なんかいろんな人がこのページから購入してくれたんでしょ、写真集を。ありがとうございます、本当に。はい、大変だよねファンの人も、いろいろ追っかけてね、情報をね。ありがとうございます。じゃあ、はい、もう10分延長もおしまいです。今日はよく頑張ったわ、卒コン前なのに。まあでも卒コンはもっと頑張らなきゃいけないと思いますんで、頑張りつつ、まあでも私は多分このこんな感じです。そんなこうみんなありがとうみたいな感じよりはやっぱりね、こんな感じで終われたら、あー、うん、終われたらっていうか、こんな感じの時間が長い方が楽しいなと思うので。だし声出しも私は久々に経験するので、みんなの声を楽しみにしてるので、とりあえずはしんみりせずに、もう純粋に乃木坂のライブを、東京ドームライブを楽しむ気持ちで来てもらえたら嬉しいです。そんな感じかな。そうだね。でもきっとチケットね、当たんなかった方もいるかもしれませんけど、配信でね見てくだされば。まあ配信の方がほら人はいっぱい映るだろうから、
なんていうの、わかんない顔はいっぱい映るだろうか、みんなの見やすいとは思いますんで、そっちはそっちの楽しみ方があると思うので見てくださいかな。あ、そうね、グッズも可愛いの今回たくさんあるので、そちらも見ていただきつつ、でもね、みんな本当に楽しそうにリハしてくれてるから、まあ、気使うか、そりゃ気使ってるのかわかんないけど、でもセットリストも褒めてもらえたし、いろんな人に、うん、ちゃんと楽しいライブになると思うので、ぜひお楽しみに。というわけで、もう10分経ちました。延長もおしまいです。私のラストショールーム生配信はこれにておしまいです。皆さんありがとうございましたもういいの、バイバイして、じゃあさよなら。